はい、オキアミの刺し方なんですけども、基本的にこの糸の結び目は、エビの中に入れてください。まあ、これが基本の刺し方となります。これは生のオキアミです。でこの尻尾を、切ってやると、刺しやすいです。で最後に、この糸の結び目を中にカットしてやる。はい、で中に入ってます。